皆さん、こんにちはです。ミネオです。はい、本日も、Q&A 速報やっていきたいと思います。で、今日はね、ほとんどないっす。はい、もうさすがに明日ね、第2シーズン、動画出て結構情報バリバリと出ていくんじゃないでしょうかということで、ただ2点ね、少し気になった部分ありましたのでご紹介していきたいと思います。はい、1つ目ということで、こちらね、なんかまあちょこちょこ話題にはなって出たみたいで、まあその物理の揺れをね、実装しますって。物理の揺れってなんやねんっていうね、多分あれかな、女性キャラのお胸の揺れのことなのかな。結構荒れてます実装しなくていいとかね。いや、それはもうもちろん実装しないといかんやろおいっていうね。結構揉めてる。まあとりあえずオプションオンオフつけてね、やればいいんじゃないかなと。ただまあそこのよりね、もうちょっと優先すべきとこもあるんじゃないかというところで、まあ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 、でももうね、なんかあの決定事項みたいなんで、まあぜひぜひね、オプション関係はつけていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして2つ目、これね、大事なとこ、大事なとこ。はい、ルーナスさん、第2シーズン中にね、大事なとこ、第2シーズン中にリワーク決定というとこで、はい、決定しました。リワーク決定ですね。前回あのね、これリワークすんじゃねっていうね、する予定ですということでしたけども、決定ということでした。ね、決定しました、やりましたね。ということで、はい、ルーナスさん、これね、一応ね、もう私もあの初手でちょっと断念したんでね、ほとんど育ってないっていうね。で、ルーナさん一応見ていくと、基本ね、まああのエンゾ版、エンゾ版じゃない、女性版のエンゾみたいな、まあまあ言ったらね、まあ弾薬のね、回復、あとね、スキルクリティカル率アップ、スキルダメージアップ、これ結構でかいんよね。そして MP の回復ね、これやばくないっていう。はい、でクールダウンね、やばいよねこれ。キャラ的に言うとすごいやばい、すごいやばいけどね、難しすぎて誰も使わないっていうね。まあ誰も使ってなくはないんだけど、使う人少ないっていうね。で、一つはやっぱこれ見てわかるんですけどね、こう音ゲーしてるね、こうパン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 って音ゲーしてる間に、だいたい攻撃食らっちゃうね。なんかあの的をさ、めちゃめちゃ大きくするか、こう音ゲーももうちょっとこう大きくするか、あの射撃と音ゲーを全くちょっと別にするかかな。で、この音ゲー中無敵にしちゃうとちょっと厳しいかもしれないもんね。だから、その辺かなと思うけど、どうリワークするのかね、もったいないよね。ただ、これでリワークして、多分、まあ、それなりの性能持ってきたら、めちゃめちゃ使用率は跳ね上がりそう。なので、この音ゲー部分だよね。ただ、これを完全なくしちゃうっていうのもね、エンドさんとかするとね、1ボタンでね、強化とかできちゃうからね。ただルーナに関してはこれが範囲でできちゃうっていうのが結構大きいかなと思いますね。エンゾさんの場合はね、基本一人だからね。まあ一人っていうか、まあ集結したらいけるんだろうけど、なのでその辺が問題かなと思います。はい、私もなかなか使えなかったこれ。で、結構やっぱ待ち望んでるね、声が大きいね、ということなので、そのあたり改善していけら、ただけたらでかいんじゃないかな。はい。で、あとね、ちょっと声が大きくなっているジェイバーさんもできたらね、続いてリワークお願いしたいと思います。ということで、第2シーズン中ということなので、非常に期待が持てるんじゃないでしょうか。はい、今日は短めで、ご報告だけになります。またよかったら X をフォロー、チャンネルの登録、ライブやってます。また遊びに来てください。じゃあ、バイバイ。